はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は開幕長崎対千葉マッチプレビューやっていこうと思ってます。 いうことです。さあ、えー、今年も1年間よろしくお願いいたします。まあ、長崎はですけれどもね、えー、僕の地元のクラブということなんでね、非常に、えー、応援をしているクラブにはなってきます。で、えー、今シーズンもですけれども、えー、長崎に関しては、全試合レビューとか、えー、プレビュー、まあ、大体試合の前日とか、えー、前々日ぐらいには、えー、上げようと思っているんで、今年も1年間よろしくお願いいたします。というのと、一応、サブチャンネルの方ですね、動画概要欄にあるサブチャンネルの方でも、えー えー、J2 のね、まあ、特集じゃないけどもね、えー、J2 専門チャンネルの方を作っているんでよかったら動画概要欄から、えー、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということでございまして捧げていきましょうかね。まずこちら。 長崎対千葉ということでこれが昨シーズンの両チームの成績にはなってきます。長崎が勝ち点56で11そしてジェフ千葉勝ち点61で10位ということなんですけれどもねいや長崎に関しては本当夏場以降まあ失速というか失点数が爆増してしまったイメージがある長崎さあ今年はそのディフェンスラインの補強にね成功したわけなんですけれどもねこれね下の方にあるね 昨年のラスト5試合の数字、ね、9月から10月、まあ、約1ヶ月間にわたって行われた5試合の成績なんですけれどもねえラスト5試合の失 点数がえげつないですねこれじゃあなあっていう感じはまあ改めてね見て思ったんですけれどもねそして世界三大カップの一つであるあの千葉銀カップを先週制したジェフチパさんでございますけれどもねまあ今年は間違いなく一桁順位というかねプレオフ圏内まで絡んでくる可能性が高いチームと思いますんでまあ新監督就任で一気に波に乗ってそのまま J1 に上がることができるかどうかまあ非常に注目まあ最低限プレ レオフには入っていきたい。そんなチームじゃなかろうかと思ってます。けれどもね。はい、そしてこちら。 えこれが、えー、両チーム予想スターティングメンバーとなってきますけれども、まあ、長崎はどういうシステムで来るか読めませんあの前日のね試合会見とかのまあ監督インタビューとか見ていてもういろんなシステムを練習試合とかで試したっいう話があるんで一応この4 5 1昨年ベースの4 5 1にはしているんだけどもしかしまあいろんなインタビューとか、まあ、練習試合の映像とかを見てみるとファンマ選手とエジカルジュニア選手 が同時にプレイする時間というのがどうもあったというところなんでもしかしたらツートップの、えー、可能性もあるという予想にはなってきますまあ一応451ではあるんですけれどもねまあ、451であればトップ下に、えー、クレイソン選手が入るでしょうしまあ442とかツートップシステム採用であればファンマとエ、えー、ジカルジュニオ選手が同時起用ということになると思うんですけれどさあえー、この辺どうなるかはですね、まあ、もちろんね3バックの可能性もありますんで本当にね長さ 先に関しては読めないんですね、まあ、3バックにしても後ろはね結構、枚数は揃っているんで十分、3バックの可能性も高いんですけれども、さあえー、この試合、どういう風なメンバーで挑むか、非常に注目ですね。で、えー、対するジェフチバの方はこんな形ですかね、まあ、ジェフチバ、えー、先週行われた千葉銀カップでは、まあ、このメンバーとは違う選手ね、ね多く出てたと思います、まあ、小森選手がね先週は出ていたとかしたんですけれども、まあ、ちょっと怪我人の状態とかが分かんないんですよね。まあこの コンディション面で不安を抱える選手がもしかしたらいるかもしれません。で、まあ、コンディション面がみんな安定していればというか、まあ、今年のジェフチバのベストメンバーに近いのはこんな形じゃなかろうかというところで考えていますので、もしかしたらこうジェフチバのサポーターさんからしたら、あその選手、怪我で出れませんよみたいな選手いるかもしれませんけれども、まあ、個人的にはこのメンツできたらちょっと厄介ですよね。まあ、えと先週の千葉原カッップ左サイドバック日高選手は、ね、入っていなかって 昨シーズンの岩城での活躍とか見ていると十分 J2 でもやれる選手であるのは間違いないそして椿もいますんで、まあ、椿に関しては先週の千葉キングカップでも、ねまあ、印象あるプレー、まあ、1人でこう剥がしてドリブルで侵入していくみたいなシーンも多かったんで、まあ、この椿がどのタイミングで出るかかな本当途中から出てきても嫌な選手であるのは間違いないそして個人的に今年 J2 でブレイクする選手のまあ候補その1人がブアニカケタじゃ・ケイダジャ なかと思っております、まあ、今年は本、ね、当2桁ゴール、えー、狙えるんじゃないかという選手になってきますので、まあ、小屋と、えー、ブアニカケ啓タこの2トップで来ると長崎のサポーターからしたらこの小屋選手のいやらしさというかね、えー、小屋選手のゴール前での,この勝負強さというのは長崎のサポーターはよく分かっていると、まあ、思いますんでねこの2トップはちょっと厄介ですよね。というのが一応、両チームの予想スターティングメンバーにはなってきます。<music> であとは気になるのは長崎のサイドの選手の配置ですかね、まあ、増山選手、名倉選手、一応予想するためでは左増山、右名倉にはしているんですけれども、もしかしたら増山選手が、えー、右に入る可能性があったりとか、名倉選手はトップ下で出る可能性があったりとか、まあ、しますんで、サイドの選手の配置がやっぱり気にはなります。この辺がどういう選手が、ね、起用されるかどうか、澤、まあ、田選手に関してはね、えー、どんな監督のもとでもこうレギュラー選手として活躍できる。 中戦術理解度が高い選手にはなってきますんでますた澤田選手がねえ大活躍するかどうかそれともえ新加入選手も松山選手とかもしくはブレイクを狙う笠柳選手とかねこういう選手のスタメン起用というのをちょっと楽しみにはなってきますけどもねで長崎に関してもまあジェフチバにしてもそうなんですけれどもねまあ両チームとも新戦力がえ複数人登場する可能性があるゲームにはなってくるんじゃなかろうかと長崎に関してはねまあ最終ラインに多くの選手を獲得しているんでまあサイドバックが右 右米田左、加藤聖であるのは間違いないフォーバックであればですけれどもねフォーバックであればサイドバックはこの2人が務めると思うんですけれどもセンターバックですよねなんかこう今津選手センターバックはまあ広島から加入した今津選手に関してはまあ調子が非常に良いということなんで多分今津選手はねこれ、えー、周囲の評価が相当高いんでスタメンに入ってくる可能性が高いそして右、まあ、センターバックの右なんですけれどもねどうも岡野選手が出られるかどうか微妙な状態 ちょっとコンディション面に不安があるということで、岡の選手が出れるかどうか微妙ではあるんですけれどもね、まあ、だから右に関しては岡のよりも、まあ、くしびき選手が入る、えー、可能性もあるかなって感じがしてますけれども、というのがありますんで、まあ、正直各ポジションで、ね、フレッシュなメンバーが見ることができるんじゃないか、まあ、ボランチに関しては長崎はね、えー、特別大きな補強はなかったんで、まあ、新卒の選手で、えー、瀬畑選手がいますんで、そういう選手の起用はあるかもしれませんが、多分ボランチ に関して昨年が、えー、ベースになるしかしその他のポジションに関してはね、えー、新戦力が起用される可能性が高いんじゃないかってとこになってきますけどもね。 でこの2チームに関して、本当、最終的には近い順位で終わる可能性がある。まあ、要は、大きく、ね、この2チームが、えー、順位的に離れるイメージが今年はないんですよね。まあ、例えば、極端な話、ワンツーフィニッシュを決める可能性もゼロではないですし、ね、まあ、3位、4位とか、まあ、もしくはこうプレーオフを争う6位、7位とかね、ねなんかそんな近いところで終わるイメージがなんとなくあるんで、まあ まあそういう前提で物事を考えていくとこの試合開幕戦ではありますがこの試合まあ3ポイントしっかりえ勝っておきたいっていうのがあるんじゃないかなんとなくですけれどもね何この近いところで終わりそうな感じがするんですよねしかしまあジェフチバに関しては1週間前に試合をしていてまあ千葉銀カップで優勝しているんでねちょっとそこでね長崎からしたら公式戦の映像を見ることができたもちろんジェフチバに関しても100%見せているわけではないと思うんだけれどもしかしまあスカパーを通してですけれどもねえ 公式戦の試合映像を見ることがでできたんで長崎からしたらちょっとこれは有利とまではいかないかもしれないけれどもしかしま選手の状態をチェックすることはできたんじゃないかという意味ではね長崎はそこをうまいこと利用することができるかどうかそして千葉銀カップでまあ優勝この自信というのはジェフチバの選手は持っていると思うんでねまあそういうことでねジェフチバの選手の方がまあ一足早く開幕じゃないけどもね公式戦を戦っているというようなちょっとアドバンテージになるか 可能性もあると思いますけれどもねあとは椿選手の使い方ですね、まあ、おそらく左サイドハーフで今年は、ね、出番が増えるであろう椿選手にはなってきますが、ここには三木選手もいるんですね、三、ま、木、あ、選手に関しては左サイドハーフというか、ツートップの一角としても使うことができる、まあ、1.5列目みたいな感じで使うことができるんですけれどもね、まあ、この椿、ジョーカーとして出てきたら嫌かなというのはあります。 試合途中で相手がちょっと疲れたときにこう椿選手みたいなこうスピードがあってテクニックがある選手が入ってくるとちょっと厄介な感じがしますんでこの椿選手を使うタイミングというのはジェフチはちょっと1つポイントまあ90分間のゲームコーディネートをしていく上で1つポイントになる感じがしますんでちょっと椿がスタメンかどうか含めてね注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい ことうでううますねさあ、えー、開幕戦近づいてきました近づいてきたもくそも何も本当、えー、明日なんですよねいやー長かった本当今との J リーグの、えー、オフが長かった感じがしますがさあ今年も1年間僕も、えー、僕なりに盛り上げていこうと思っているんで1年間よろしくお願いいたしますということでございまして以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでしたよかったチャンネル登録いますさらら。